天使のモーニングコールチャンネルをご覧の皆様、番組ディレクターの西田と申します。この動画では天使のモーニングコール第1678回、壁を破る力、厳しい現状を打破する秘策、こちらのミニコーナーでご紹介した静岡県でつけ麺ラーメンのお店七福神を経営されている内藤正弘さんのインタビューを番組ディレクターの視点からより詳しくお届けします。飲食業界で開業から10年後も営業を続けているのは 10% にも満たないと言われています。厳しい競争の中でさらに厳しい壁として現れたのが2020年に起きたコロナ禍でした。外出自粛の流れなどにより行列ができていたお店からも客足が遠のき、内藤さんが経営される七福神も2002年の開業以来初の収益減を経験されます。しかしその厳しい状況の中でも内藤さんは日頃から学ばれていた仏法真理を実践することで経営を立て直していかれ、コロナ禍が続く中でも過去最高収益を達成されます。なぜコロナ禍においても七福神は過去最高収益を上げることができたのか、その秘訣をぜひ学ばせていただきたいということで、先日静岡県まで取材に行かせていただきました。これから内藤さんへのインタビューを通して分かった秘訣を3つのポイントに絞ってご紹介します。まず1つ目の秘訣について、内藤さんのインタビュー映像をご覧ください。あの時一番厳しかった時は、例えば政府の支援金がとかね、売上が半分以下になったら飲食業はね、支援してくれたりっていうのがあったんですけれども、通常だとですね、半分売上を下げるっていうことはほとんどその、お店の維持ができない、売上ね、状況になると思います。ですからうちで、一番こうね、売上が下がった時でも、2割ぐらいだったんですけれども、その時他の方ですね、他の飲食店の方とか、知り合いのね、ラーメン屋さんなんかとか、やはり、支援金を、いただくために、無理にね、売り上げを下げたりっていう、そういうか方も、いらっしゃったと思うんですけれども、やはりそこで、思ったのが、やはり政府とかそういう、国に依存してはならないっていう、自助努力の精神の部分ですね。本当にその、もう自分の、自助努力の部分でやはりそういう困難とか、苦難をね、乗り切っていかなくてはいけないっていう、精神で、やはりそこら辺のところは政府の、支援を、当てにしなく、うちの店では行こうということで、決意をさせていただいて、頑張ってきました。コロナ禍でも過去最高収益、一つ目の秘訣は自助努力の精神です。お店の発展のために努力をすると言われるとありふれた言葉のように思えるかもしれません。しかし私自身、内藤さんのお話を伺う中で、日頃から自助努力の精神を大切にされている方は逆境の中で大きな力を発揮されるのだなと強く感じるところがありました。店舗を構えて店主をされる方は1日13、4時間を働かれるそうです。それだけでも相当大変なはずですが、内藤さんはその中で差をつけるために毎日朝か晩に1時間、仏法真理の学習をしたり研究開発をしたりする時間を取られているそうです。それに加えて定期的に幸福の科学での祈願にも参加され、自分の思いの方向性が正しいか常に確認し続けるという努力を重ねておられます。そうした努力の過程の中で様々な人気メニューができ、テイクアウトの基本的なノウハウもできていたこと、これがコロナ禍という逆境で効果を発揮することになります。多くのお店が売り上げを減らし、補助金に頼っても全くおかしくない状況においても、自助努力の道を選び、経営を立て直されたのは、他でもなく、常日頃から仏法真理を通して、そうした思いを大切にされていたからだと思います。では、2つ目の秘訣に関するインタビュー映像をご覧ください。結局コロナ禍で一番こう、自分も問題になったなっていうのが思うのがですね、いろんなね、その、お店なんかも回らせていただいたんですけれども、人と人との、
まあ結びつきというか、そういうものをこう全部切っていくというような、ね、そういう感じがして、あんまりこうね、コロナ移るから来てほしくないっていうかね、そういうこう、まあお店もあったように思われますので、まあコロナ禍においても、うちの店は本当に、ね、一般的なこう考えではなくて、逆をやろうっていうかね、皆さんが分断するような感じ、ね、感じで動いてるならば、うちは逆をやって、やはり優しさとか温かさの部分を重視して、お店を運営していこうっていうふうに、そういうふうに思いました。すごいなと思ったのは、本当に常連のお客さんの中でも、まあ本当に、まあこれでね、本当に、お店に来るのが最後になるかもしれないっていう感じの、こう、ね、奥さんが衰弱ぶりの時に来ていただいた方で、そういう時、やはり常連のお客さんですので、なんとなくこうね、わかりますので、そういう時本当に心を込めて作った時に、そのお客さんが、涙を流しながら食べてるっていう姿とか見てると、その自分のその、そのお客さんに対する思いね、愛の思いとか、本当に一期一会の思いとか、そういう部分って、まあ、ね、単なるこの、ラーメンとかね、つけ麺なんですけれども、その中に、本当にこうしっかりとこう愛の思いを込めた時に、お客様っていうのは感動されて涙するところまで行くんだなっていうのが、本当にここ、数年で一番こう勉強になったことでした。コロナ禍でも過去最高収益。2つ目の秘訣はリタの思いです。リタとは自分よりも他の人の幸福を願うことです。コロナ禍での感染を避けるために、多くの人が人と人との距離を取り、次第に心までもが冷たくなっていく流れの中で、内藤さんは感染症対策はしっかりと努力しながらも、仏法真理から学んだ人のぬくもりのある接客を大切にされました。その結果、内藤さんの愛の思いがお客様にも伝わり、インタビューにもあったような感動を生む接客へと進化していきます。この利他の思いについて、内藤さんが普段意識されていることを伺ったところ、お客様と接する際の一瞬の思いを大切にしていると話されていました。原因結果の法則に基づいて考えると、お客様にお出しする料理がどうなるかは、まず自分の思いが出発点にあって、そこから調理の工程につながり、料理ができ、お客様に満足していただけるかが決まってくる。そうであれば、単に料理を作ればいいということではなく、どのような思いで向き合うかが全てを決めることになる。だからこそ、お客様と向き合うときには、一瞬であっても愛の思いや真心が切れないよう意識しているということでした。このことを伺ったとき、私も圧倒されてしまいまして、まあ、ここまで考えておられたら、それはリピーターも増えるでしょうし、お店も発展するだろうなと強く納得するところがありました。それでは最後の3つ目の秘訣についてインタビュー映像をご覧いただきます。内藤さんの仏法真理との出会いについてお話しいただいた箇所からです。一番最初に、ね、法に出会ったのが、1988年とかね、9年ぐらい、霊言宗の時代に本屋さんで出会ったんですけれども、まあ、あの世とか世界を信じてたんですけども、それが本当に明確に本当にあるんだなっていうのを確信してですね、それから当時こう、青年時代で悩みも多く、仕事の悩みとか人間関係の悩みが多かった時代でもあったんですけども、主の、ご法話とか経典によってですね、まあ自分のその当時の悩みが全部こう紹介していって、本当に実感したのは、自分のことを自分よりも、よく知ってる方なんだって、この方はもう神様だっていうことで確信したのが、最初のね、そうですね、88年と89年頃でした。やはり真理を学ぶと、すごくこう何かこう、自分が本当に魂というか、まあ、成長していくっていうのが
実感してる、実感ね、心がこう変わって成長していくっていうのが実感としてこう、まあ感じられましたので、やはり、すごく心理の学習は、やはり世の中で一番大事な勉強なんだということで、そういうふうにまあやらせて学ばせていただいてきました、はい、コロナ禍でも過去最高収益。3つ目の秘訣は心理への確信です。インタビューの中でもありました通り、内藤さんが初めて幸福の科学大川隆法総裁の書籍に出会い、その中で仏法真理を学び始められたのは30年以上前のことになります。そこで説かれていた私たちが持つべき正しき心とは何かという教えについて、内藤さんもすぐには信じられなかったそうです。しかしその中にあった与える人は与えられるという教えを、まずは実践してみて笑顔を与えてみたり、お裾分けをしてみたりすると、本当にそれ以上のものが返ってきて自分も幸せになったという経験をされたそうです。そうしたまずは信じて受け入れて実践してみるということを繰り返すうちに、本当に大切にすべき真理があるんだと、それが幸福の科学で説かれる仏法真理の中にはあると確信されたとのことでした。内藤さんのお話を伺っていますと、こうしたプロセスを通してつかまれた真理への確信が内藤さん自身の中心軸となっているように感じられました。そしてこれが逆境においても決してぶれない強さの源にもなっていたように思います。コロナ禍でも最高収益を上げた3つの秘訣、自助努力の精神、利他の思い、真理への確信、何か今の皆さんにとって人生のヒントとなるものはあったでしょうか。最後にこの3つの秘訣を実践する上でのヒントとなる書籍を2冊ご紹介します。こちらは内藤さんおすすめの書籍でもあります。1冊目は上昇思考です。こちらは自助努力の精神を磨く上でのヒントとなる書籍となっています。何か目標を持って努力しようとしたとき、調子のいいときは誰でも努力は続けられると思いますが、逆境が来て苦しくなってくると次第に努力も続かなくなるという方多いのではないでしょうか。上昇思考はその名前の通り、常に勝ち続ける思考と書きます。これは順調なときだけでなく、逆境のときにおいても前進し続ける考え方のことです。もしこの考え方を身につけることができたら、確実に努力し続けられる自分へと生まれ変わることができるはずです。2冊目は幸福の原点です。こちらは利他の思いを強めるヒントとなる教えが数多く説かれている書籍です。特に第1章の幸福の原点と第2章、与える愛について幸福の原点講義をお読みいただくと、私たち一人一人の幸福と愛を与えることの関係性について深く理解していただけると思います。上昇思考、幸福の原点、まずはこうした書籍をきっかけとして、正しさとは何か、真理とは何かを考えてみること、そしてその中から納得のいくものを探していくこと、そうすることで3つ目の秘訣である真理への確信も強まっていくことと思います。興味を持たれた方は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。さてこの動画では、天使のモーニングコール第1678回のミニコーナーでご紹介した内藤正弘さんのインタビューを詳しくお届けしました。いかがでしたでしょうか。内藤さんが経営されている七福神は静岡県周知郡森町に本店があります。その他にもお弟子さんが姉妹店を経営されており、静岡県浜松市に七福神一が、静岡県袋井市に麺屋一があります。今年6月には東京六本木に六本木つなぐがオープンしたとのことです。近くに立ち寄った方はぜひ足を運んでみてください。天使のモーニングコールでは、一人でも多くの方に幸せな人生を歩んでいただけるよう、これからも様々なことにチャレンジしていければと思っています。この動画へのコメントや番組へのリクエストなどもお待ちしています。今後とも天使のモーニングコールをどうぞよろしくお願いいたします。番組ディレクターの西田がお届けしました。